皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間洋介がナビゲーターを務めます。皆さん最近ホテルニューオータニとか、あと帝国ホテルとか、そういった有名ホテルブランドが長期滞在プランというのを出しているのをご存知でしょうか。通常の宿泊に対してかなりお得に泊まれますので、発売後すぐに売り切れになるケースが続出していて結構話題になっていますね。テレビとかでも報道されていますので、ご存知の方も多いかもしれません。この動画ではその長期滞在プランがあるホテルですねのその内容であったりとか、あと料金といったところを具体的に掘り下げていきたいと思います。実際の通常の宿泊に対してどれぐらいお得なのみたいな話についても触れていきたいと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは早速内容に入っていきたいと思います。長期滞在プランのある宿泊施設ですね。まずですね、ホテルニューオータニ東京になります。今回ご紹介するのは徐々に価格が落ちてきますので、最初に高っと思われるかもしれないんですけども、まあ徐々に安くなってきますのでご安心ください。こちら掲載しているのがザ・メインスタンダードルーム36平米のお部屋になります。1名利用時の料金が6泊21万円、12泊36万円、30泊75万円というふうになっていますので、泊数が増えるほど単価が落ちていくような形になり、最大1泊2万5000円まで落ちますね。こちらのホテルは目安料金で言いますと、通常の宿泊ですと1泊 4.2 万円ぐらいかかりますので、そこと比較するとかなりお得に泊まれることがご覧いただけるかと思います。しかもなんとこちら3食付きなんですよね。そこがミソでして、1回ボーンとお金払ったらその後の滞在についてはほとんどお金を使わずに過ごすことができるんじゃないかなと思います。あとランドリーとか駐車場とか会議室とかについても無料で利用することができます。期間については2021年2月15日月曜日から6月30日水曜日までというふうになっています。はい、サクサク進んでいきたいと思います。続きましてアンダーズ東京ですね。掲載しているのがタワービューキング50平米のお部屋になります。こちらなんと2名まで利用することができるんですね。で、7泊 13.3 万円、28泊 53.2 万円というふうになっています。こちらについては税サービス料については別となっていますのでご注意ください。ですので、まあ、1泊あたり 1.9 万円というふうになっていまして、2名で利用できますので1泊あたり1万円以下で泊まることができます。もちろん超高級ホテルですので、通常の宿泊ですと1泊 3.9 万円かかりますので、そこと比較するととってもお得に泊まることができます。設備サービスについてなんですけども、ラウンジでの軽食とかドリンクの提供があったりとか、あとジムとかプールとかも利用できますので申し分ないと思います。期間については2021年3月26日金曜日から6月1日火曜日までというふうになっています。はい、続きまして東京マリオットホテルですね。こちら掲載しているのがデラックスルーム38平米のお部屋になります。料金については1名利用で30泊43万5600円というふうになっていますので、1泊あたりの料金は1万4520円となります。目安料金ですが、こちら1泊あたり3万円ぐらいですので、そこと比較して半分ぐらいの価格で泊まることができます。設備サービスについてですが、こちら朝食付きですね。嬉しいポイントです。あとラウンジでの軽食とかドリンクの提供もありますので、そこを考えるとこれについても日中についてはほとんどお金を使わずに過ごすことができるんじゃないかなと思います。あとはジムとかですね、駐車場とかも利用することができます。期間については2021年3月4日木曜日から6月30日水曜日までとなります。はい、続きましてストリングスホテル東京インターコンチネンタルになります。掲載しているのはプレミアルーム32平米のお部屋になりまして、料金については2名まで利用することができまして、30泊39万円となりますので、1泊あたり1万3000円ですね。これ2名で利用したらかなりお得なんじゃないでしょうかね。目安料金で言いますと、こちらのホテル1泊あたり3万円ですので、そこと比較するととってもお得に泊まることができます。まあ、設備サービスについては結構シンプルになっていまして、まあ、駐車場とかジムとか、あとオフィスルームっていう、まあ、ビジネスする部屋ですね、といったところについては利用することができますといった感じになっています。期間については2021年3月1日月曜日から6月30日水曜日までというふうになっています。はい、続きまして帝国ホテル東京になります。こちらスタジオですね、30平米のお部屋になります。1名利用時の料金については5泊15万円、30泊36万円というふうになっています。こちらの帝国ホテルのプランについてはかなり話題になりましたよね。30泊36万円で帝国ホテルに泊まれるみたいな感じで結構テレビとかでも取り上げられています。こちらについては5泊の時の1泊あたりの料金3万円ぐらいするんですけど、それが30泊になると 1.2 万円まで一気にガッと落ちますので、利用される方は30泊の方で利用されるといいんじゃないでしょうかね。1泊あたりの料金通常は2万8000円ぐらいですので、そこと比較して半分以下の料金で泊まることができます。設備サービスについてなんですけども、まず朝食用のパンの提供っていうのがあります。
あとはラウンジでのドリンクの提供などもありますので、結構お得に過ごすことができるんじゃないでしょうか。あとはランドリー、駐車場、ジム、プール、サウナ、ビジネスラウンジ、会議室など、もういろんなサービスですね、設備を利用することができますので、そういったところも魅力なんじゃないかなと思います。期間については、2021年3月15日の月曜日から7月15日木曜日までというふうになっています。続きまして、京王プラザホテルですね。こちらも結構話題になってきました。ここから価格が一気にガッと落ちますので、お得に泊まりたいよって方は、ぜひこちらからチェックしてみてください。スタンダードルームが掲載されていまして、23.5 平米のお部屋になります。料金としては2名まで利用できまして、7泊 9.8 万円、30泊21万円というふうになっています。めちゃくちゃお得じゃないですか、これ。30泊21万円で、1泊あたり7000円ですよ。で、それが2名で利用できますので、1人当たり3500円で泊まることができるという破格のプランとなっています。目安料金としては 2.2 万円ぐらいかかりますので、そこと比較するとめちゃくちゃお得に泊まることができます。設備サービスについても朝食がついていますし、あとはランジでのドリンク提供などもありますので、そういったところもお得なところなんじゃないかなと思います。はい。で、期間については2021年2月22日月曜日から5月15日土曜日までというふうになっています。はい。で、続きましてリーガロイヤルホテルですね。こちら大阪のホテルになります。コンパクトツイン 18.5 平米から 19.5 平米のお部屋を掲載しています。料金については1名利用時5泊 3.5 万円、30泊15万円というふうになっていますので、こちらもとってもお得ですね。1泊あたりは5000円で泊まることができます。まあ、通常1泊あたり1万円ぐらいしますので、そこの半分ぐらいの価格といった目安になります。設備サービスについては、ランドリーとか駐車場とかといった形になっていまして、結構シンプルな設計となっていますので、まあ、最小限のサービスで安く泊まりたいよという方にはいいんじゃないでしょうかね。期間としては2021年4月1日木曜日から9月30日木曜日までというふうになっています。はい。で、続きまして横浜グランドインターコンチネンタルホテルですね。こちら私一押しのプランになります。掲載しているのがスタンダードクイーン27平米のお部屋になります。料金については2名まで利用することができまして、なんと31泊15万円ですね。めちゃくちゃお得じゃないですか。あのインターコンチネンタルホテルに31泊15万円で泊まることができます。しかも2名まで利用できますと。で、1泊あたりで言いますと4850円というふうになりますので、かなりお得だと思います。目安料金こちら1泊あたり 1.4 万円かかりますので、そこと比較してお得さはもう一目瞭然なんじゃないかなと思います。で、設備サービスについては結構、シンプルになっていまして、ジムの利用が無料ですといったところになります。期間については2021年12月30日木曜日までというふうになります。はい。で、続きまして東急ホテルですね。こちら東急ホテル全国ありますけども、やってるのは東京と神奈川になります。掲載しているのはスタンダードシングル 13.5 平米のお部屋になります。料金については1名利用となっていまして、7泊 3.5 万円、15泊 6.75 万円、で30泊12万円というふうになっていまして、こちらも1泊あたりの価格が、まあ、泊数が伸びるほど安くなっていくといった形となっていまして、1泊あたり4000円で泊まることができます。まあ、目安料金で言いますと1泊7500円ぐらいですので、価格の下落率で言うとそこまで大きくはないんですけども、実数値としては4000円というのはかなり安いですよね。設備サービスとしてはホテルによって結構異なっていきますね。まあ、東京ホテル全国にあって、そのホテルによって全然設備サービスが異なってきますので、実際泊まりたい東京ホテルで詳細をご確認されることをお勧めします。期間は2021年2月10日水曜日から7月16日金曜日までというふうになっています。はい。で、予約最後ですね。こちら、三井ガーデンホテルになります。全国12都道府県にありますので、まあ、その三井ガーデンホテルを利用することができますといったプランになります。掲載しているのがスタンダードダブル14平米のお部屋になりまして、1名利用時の料金は30泊 9.9 万円、1泊3300円から泊まることができます。これ掲載しているのが確か熊本のお部屋で一番それから安かったのでこちらに載せてるんですけども、三井ガーデンホテルもちろんいろんなホテルがありますので、それによって価格が変わってくるといった感じになっています。またこちらの特徴なんですけども、三井ガーデンホテルだけなんですけど、そのチェーンで全体で今日はここ泊まって、明日はまた別のホテル泊まってみたいな感じですることができるんですね。それを全国12都道府県でできますので、かなりお得だと思います。まあ、そっちの場合ですと、まあ、もうちょっとだけここに掲載しているよりも料金がかかるんですけども、それでもとってもお得に利用することができまして、まあ、全国旅しながら利用するみたいなことをしたい方にはおすすめなんじゃないでしょうかね。この掲載している熊本のホテルに関しては1泊あたり3800円から泊まることができますので、そこより安く利用することができますといった感じになります。設備サービスについても、これは全国三井ガーデンホテルある中で変わってきますので、それぞれご確認いただければと思います。基本的な設備サービスとしては、まあ、大浴場があったりとか、バーがあったりとか、ジムがあったりとか、そういった感じになりますので、まあ、ないところもありますので、ご注意ください。こちらについて、期間は2021年3月1日月曜日から6月30日水曜日までとなっています。
はい、ここまで10個ですね、駆け足でご紹介してきました。最新情報についてですね、こちらの情報ですね、動画でご紹介しているのは2021年3月15日時点の情報となります。で、最新情報についてはこの動画の概要欄ですね、で随時更新していきたいと思いますので、最新情報を知りたいよって方はそちらをご覧いただければと思います。今10個なんですけども、ちょっと増えてきたらそこの概要欄で記載しきれないかと思いますので、ノートとかそういった別のサイトとかに掲載して、それのリンクを貼るみたいな形に変えるかもしれないんですけども、一旦こちら概要欄で記載していきたいと思いますので、最新情報はそちらをご覧ください。もしここも長期滞在プランをリリースしたよみたいな最新情報がありましたら、もちろん私の方でもキャッチアップして更新していくんですけども、そういったものがあったらそれ反映していきたいと思いますので、随時コメントとかいただけると助かります。はい、ここまでですね、有名ホテルの長期滞在プランですね、私がお勧めするものをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。通常の宿泊に対して本当に安く泊まれますので、まあ、私も利用検討してみようかなと思いますけども、ぜひお仕事とかそのご家庭の都合とかつく方は利用してみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。